安保法案には賛成ですか？いや俺もう安保法案とか何とかもよ全然よくわからんから何とも言えないです。なぜパパはアトレティなの？どういう意味これ？お、なんかそれっぽいのが。モロバレルの使用率も高かったね昨日の予選は。いやだから政治ほんま中途半端にしか知らんからさ、下手に配信とかでやっぱ勝った、なんかやっぱ、なんやろ、僕のようなやっぱメディアはね、あのやっぱもう常にその、公平な意見言わなきゃいけないじゃないか、政治に関して。うん、僕それだけの知識がないので、もう下手にやっぱ政治にはもう触れられないんですよね。なんか報道ステーションかなんかの番組がその、偏ったなんかことを言ったから、なんか、番組中止になるんやろ？政治に関して。てか、政治ってか選挙？わからんけど。よし。大瀬はもともと左寄りやった。そうなんや。報道ステーションもね、プロ野球見てた時代に、その野球の結果とかしか見てなかったな。安保法案可決されたから、戦争連れて行かれる。もう絶対、もう戦争とかもあかんよね。とにかく、その戦争がもう第9条がやっぱ、ね、無効化されるような法律が、国になってしまったらもう、あかんよね。もう、俺は日本出ていくわ。なんでその2体やねん。戦争とかもう嫌やね。プロ野球といえば今日牛沢が川端を抜いて首位打者に立った。いや、だから牛沢って誰？野球選手なの？俺知らん。もうなんかこの前なんかなんだっけ、エキサイトベースボールのなんかその打撃成績の一覧見た、10件見たけどさ、もう知ってる選手ほとんどおらんかったんけど。でもなんかこの前ニュースで今中日じゃない、ホークスか、ホークスの誰やったっけ、ホークスのなんとかってやつがトリプルスリーもうほぼ達成みたいな。今の時代にさ、トリプルスリーできる選手が出てくるなんて思わなかったよな。柳田か。いや今の時代にさ、すごいと思うよ。トリプルスリーは。あ、山田もか。もう、ひるむなよ、クソゲーが、こら。まあ、僕仲間のりのファンですね。ああ、そうか、ケタグリか。
バンギをどうにかまずしないとことにはもう話にならん。かくなる上は、ああ。耐えていくけど、まあ、砂で終わりか。モロバレルすごいなぁ。モロバレル何がそうやってやっぱモロにバレるからね、すべてが。もう全部モロバレやもん、もうモロバレルに。この怒りの粉は意味ない、意味がないというか。これはもう最初からこいつにしか攻撃してない。うわ、モロバレルがあったとこに隠れてる。モロバレやん。うわ、ギャラドスが京都に出張行ってる。これがギャラドス。オッケー、麻痺っていく。もう正直もうきついな、この試合は。きついっていうかもう無理やし。バンギを、ま、凍らせるしかない。ファイアローって、火の矢みたい。まるで、ファイアローってまるで、火に、じゃ矢のついた、じゃ火に、火のついた矢みたい。これぞファイアロー。あかん、もうこの間めちゃくちゃなパーティー構成じゃ勝てるわけなかったんや。なんかパーティー揃えなあかんな、ダブル。ちょっとごめん、ちょっとトイレ行ってくる。ちょっとトイレ行きます。いや、俺このダジャレはちょっと明日押していこうかなと。
あれ？先生に削除されたの。何こいつ。うわ。うわ、出た。これガチなやつや。あ、でも。あれがおらんな、ガルーラが。これガチパじゃないこれ。あれガチパやけど、どっちもあれ、あ、なんか編集してないな。おっさん。なんかシングルの流用っぽいよね、全部ね。どうしようかな。いや、多分スナイプっていうか、その狙ってきてんだよと思う。何これ、どうしよう。どうしよっかな。ガルーラがこの2体に対して特に何もできないんだよね。ちょっと待って、ルカリオについては、お、引っ込めたか。いや、ルカリオについて、俺ルカリオに猫騙し売ってんけど、もう一旦目からメガ進化してくる読みで、だから精神力じゃなくなる読みで、明日ゴッド打ってきます。はい、行ってらっしゃい。スキルスワップ？スキルスワップ、でもこのさ、冬ってぶっちゃけどうなんやろ。まあでもとりあえずはこうか。ボルティングの10万がどっちに来るか。まあオッケーオッケーオッケー。お前何？お前ほんとゴッド言った、負けた、吸ったのコメントですぐ拾い。いや、なんか面白いもん。これは行くでしょ。これ意地っ張りやったら角打ちとかなんのかな、クレセリア。あ、なんじゃ。そっちか。ならんか、さすがに。
さすがになりませんか。まあ多分読まれると思うけど素直に行こう。お、通った。あ、これ通った。めっちゃでかいわ。これめっちゃでかい。これめっちゃでかいねんけど、これ通ったの。ピアノ続けてるんですか？いや、続けてない、続けてないっていうか、僕、今、オレンジにあるピアノ壊れちゃってるから、あんま弾けてない。ピアノ弾きたいねんけどな。いや、多分、あえてシングルしかやってないよ、絶対。電子ピアノ処分困ってるからやるか。え、マジでくれる？住所公開しなあかんからな、そうしてて。俺、アマゾンのさ、欲しいものリストにさ、電子ピアノ入れとくから誰か買って。ゴミやな、俺。キャー！あかん！お、なんでやねん、もう！クソゲーすぎるわ、さすがに。クソゲーにも程があるやろ、これ。まだ多分勝てるわ。ルカリアの動きを止め、そしてスイクに10万ボルトが入っていく。え、勝った。もうなんでやねん、このゲーム、ほんまに。ふざけんなよ。チョッキか。待てか、そらチョッキか。ゴミゲーすぎてバロタ。耐えるやろ。まあ、一回耐えたところで。いや、どう考えても9章の16分の1にかけるよりかは、ここは 25% にかけた方が良いと思っていて、いえい。クソでしたね。まあ、実質勝ってるからいいや。もうこんなんは俺負けと認めないし。うん。こんなんは僕負けと思ってないから、もう勝ちです。これ勝ち。俺の勝ち。俺の勝ち。さよなら。僕が勝ちました。もう。仮にこう大会でこういう試合になっても俺もう自分の勝ちって申告する俺。うん。相手の口ガムテープで塞いで、あ、僕勝ちましたって言う。